こんにちは。袋鹿の袋です。今日も Q&A をお答えしたいこと、していこうと思います。今日は口内炎が治りにくいというお話です。1週間くらい前に、右上の歯茎と唇の境目くらいに大きめの荒れたような、よく見えないので分かりにくいのですが、触った感じからして、簡単に言うと少し、くぼんだ感じの、口内炎ができました。いつも唇にできる口内炎はほど痛くないので、すぐ治ると思っていたのですが、なかなか治りません。一昨日から風邪のためセフゾンを飲んでいます。副作用で口内炎とあるのですが、そのため治りにくいのでしょうか。またセフゾンと口内炎パッチは併用しても大丈夫ですか。よろしくお願いしますということです。セフゾンは一昨日からということですので、もともとできた原因ではないですし、それによって治りたいっていう話、治りにくいのかっていうことですよね。併用しても決して問題はないと思います。セフゾンの副作用で口内炎が治らないというのは聞いたことはありません。原因としては精巣不良や、体力低下等で起こった可能性が高いとは思います。ただあまり症状に変化がなくて、ほとんど治らない、再発を何度も何度も繰り返すというようなことがあるようでしたら、一度歯科医院を訪問された方がいいとは思います。ただ、くぼんでるだけで、そうですね、いわゆる小水泡状というか水泡みたいな形にあんまなってないっていうことであれば、まずそれほど問題がない病気というか病気でもないのかもしれませんので、あまり気にせずにいられても大丈夫かなというふうに今回の場合は思いました。以上です。苦行のようなご家庭でのホワイトニングよりもオフィスでのホワイトニングの方が手軽に終わります。ぜひお問い合わせください。